桜の花が好きだ。でもなんでだろう。散ってしまうとほっとする。なんつって竹本くん変わってるよね。あの短パン健康的すぎるっつうか、そう不健康さが足りないっていうか、美大っぽくないっつうか、要するにおしゃれ度ゼロっつうか。ねえニラこんぐらいでいい？うん、いいんじゃない。でもそこがやつのいいとこだね。彼氏は無理だけど、彼女とか大切にそうだし。なさそうだけど旦那ならいいかな。やっぱないかな。ないね。山田さんそこ牛乳入れない。ごめんなさい。森田さん、もうそろそろ帰ってくるみたいだな。あの人結局何者なんすかね。まあ俺にとっちゃただの厄介な8年生だな。あ、ちょっとすいません。もしもし。いや全然大丈夫です。よしできた。やっきますよ。では、花本研究室3学年合同親睦会っていうか、花本さんを慕う学生有志の会春を始めます。皆さんお手元にグラスは行き渡ってますでしょうか。すいません、こっちビール足りません。ビール、ビールはあのアトリエの冷蔵庫にあと1ダースぐらいはあるはずだ。俺取ってきます。あ、俺も行くわ。分かりづらいんだよこの家の2階。めちゃくちゃで。人が恋に落ちる瞬間を初めて見てしまった。あ、っていうかなんかアトリエに知らない女の子いるんですけど。ああ、そうだそうだ、忘れてた忘れてた。今のが俺のいとこの娘で、今度うちの油絵に入った花本はぐみだ。あのうちの居候でもある。よろしく頼む。あまりよく見えなかったと思うんだけど。山田お前背骨曲がってんな。僕はこの日のこと、この日から始まったことの全てを決して忘れないだろう。Peace.
脈と続くヨーロッパ研究。はい、わかりました。はい、では後ほど。いや、いいとこに来てくれた竹本。いや、今高田先生に呼び出されたんでさ。ああ、それな、これが俺のいとこの娘で花本はぐみは知ってるよな。あ、ごちそうさまです。でな、このハグが一人で外で飯が食えないんだよ。なんでちょっと変わってほしいんだ。変な頼みで申し訳ないが。で、こいつが竹本。竹本はね、すごいんだよ。うちの学校には極めて貴重な存在で美大らしさが。ああ、すいません。ありがとうございました。要するにそこに座ってるだけでいいから。頼んだぞ。うちな、よろしく。はあ。この倉庫一人で。すげえな。これ書いたのお前？森田さん。これ書いたのお前か。あれ、なんだろう、俺今完全に無視されたぞ。お前いいよ、かなり。名前は？おい、名前はってば。名前は？なんだそれ。ハグ。ハグっていうのかお前。ハグかよ。変な名前だな。まあいいや。ハグよ。お前いいよかなり。うん。俺以外に久々に